皆さんこんにちはスマ寺の小池洋人です、えー、今回、えー、最終回といいますか第六回になりますが、えー、小屋さん誓願寺上皇様であられる高市高僧上様に えー、お話を伺っていきたいと思います高井さんどうぞよろしくお願いいたしますもう最終回なんですかはいもうあっという間の <laughs> 最終回でございます、えー、おしゃべり好きな私としてはとあじゃあちょっとも,もっとあじゃあもっと <laughs> <laughs> お願いしたいまだねこちらとしてもお願いしたいところなんですがよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますでまあ本当にこの高井さんといえばですねもうなんと言いますか高野さんのまあ高野さんだけじゃないですね新御州のインフルエンサー それはさん高井さんだと思うんですよあのもうなんとインスタグラムもあれ名前は高谷さんグラムになるんでしょうかうが3万人あのフォロワー数3万人ということで,でツイッターが、えー、1>, 1, 万人1万人ぐらいですかツイッターアカウント名は。 まあでも高市港とか例えばて大抵出てきますね南山坊というのもです、ね、はい、それともう一つは、えー、これ何年続いてるんでしょうか FM 橋本であの代表の向井さんという女性とふた、はい、お二人で毎週、えー、ラジオされてまして。 えー、ラジオテラコや高野さんという番組を6年目を迎えてますね小池さんにも2020年の2年前なんですよ、ね、2年前ですかもうそんなたつんですねつまりあれもリモートでやったでしょだからコロナが始まってからなん、ね、始まってからですね、はい、まあでも結局コロナ禍のおかげって言ったらあの悪いですけども ああいうふうにいろんな方とねオンラインでインタビューとかをする機会にもなったわけですね。ラジオ寺子や子屋さんが6年目で今で放送回数が300回を超えてますすすごごいいですでも YouTube もこうしてね取材して収録してアポイントメント取ってというような手間暇かかるじゃないですか。 まあでもラジオもやっぱりね、いやそうだと思います、えー、それなりやっぱりちょっとね。そうですよね。えー、であのあのラジオは私は実は YouTube で、うん、あの YouTube のアカウント FM 橋本の, you の、ね、YouTube のアカウントがありますのでそこでラジオテラコや、うん、あの聞くことができますで私なんかは YouTube で拝聴してるんですが。 あのラジオは毎週何曜日日放送日毎週土曜日の正午からとあと日曜日の午後2時からで、まあ、もちろんあのコミュニティ FM ですから、えー、ラジオでの電波はこの地域でしか聞けませんけれども、はい、遠方の方はあのー、FM 橋本のホームページからインターネットで、えーうん、あインターネットでもしくはリアルタイムでそうですスマートフォンでも聞くことできますし。えー、そうですか ただでもやっぱりリスナーの方の多くは YouTube で後日聞かれる方がやっぱり多いですよね。えー、やっぱり好きな時間に。ねえー、よくあの私の先輩のお坊さんなんかでもあの高井君のラジオよく聞きながら寝てるよっていう風によく言われるんですよ。<laughs> 寝る時に聞いてたらちょうどええねんって言われて <laughs> ありがたいことやなと思って。<laughs> <laughs> <laughs> なんかそれ喜んでいいのか,かいやいいんですよそれで私も実は私もよく言われるはい <laughs> あの寝るとき聞いてんねんってよくあのそう <laughs> 言われるんですよねいやそれでいいと思うんですよ別に <laughs> はい <laughs> 特にねその私の番組なんて1時間まあ50分ほどですかねコマーシャルなんかありますから <はい S 2> であまり正直ねその番組の構成というのは正直あんまり考えてなく結構、えー その時の時勢いででやってるんで、はい、結構だらだらだら喋ってるんであまりねなんか気を張って聞いてたらしんどいと思う <laughs> ちょうど一番私のあの車運転してる時にねあいいですよねそうそう私もそうです結構車運転してる時にお聞きすることが、うん、ラジオとか、えー、あいわゆるお坊さんの話で結構。 ラジオで車運転するは結構松本ょうけいさんの「テンプルモーニングラジオ」なんてありますけどあれも結構車なんかでで聞いいてたら楽しそのラジオをあの番組を始まるきっかけっていうのは何だったんですかあれははね一つ年年いうのがに ありましたねももう7年前ですけどその時にまず一つのきっかけは、はい、FM 橋本この山の山麓にスタジオありますけども、えー、毎週その大放映があるんで週に一度「高井さん小屋さんの様子を教えてください」みたいな電話で、えーえー、そういうのがあったんですねそれをやってましてそれきっかけでちょうど、うん、FM 橋本の電波がそれまでは 橋本氏とか、この。下では聞けてたんですけど、この高野山の上ではね、電波なかったんですよ。あそうですか。ただ、この高野町役場のところに、アンテナが立ったんですよ。えー、ある時に。はい。二千十六年だったかな。それで。せっかく高野町にも、あのエフ橋本ラジオを聞くようになったんだから。高野山の番組をやってくださいという。オファーを向井恵子さんからいただいて。あ、それは、うん、例えば、あの、あの、その改造放映の時に、お願いされた経緯というのは。うんうん やっぱり高井さんが一番その発信をされていたから。いやなんでなんですかね。うん、まあでもあの時もすでに今ツイッターとかインスタはやってましたけども。えー、はい。なるほど。まあだからあのツイッターとかインスタってもう。 10年以上私やってるんですよね。綺麗ですね。すごくないと思いますよ。ただ、でも綺麗なんですよあのお写真が全部綺麗ですし。あの文章も素敵ですし。まあ、でもやっぱり被写体がいいんじゃないですか。あ、これだけ、まあ、小江さんの景色も素晴らしいですけども。で、そのいろんな、まあ、ツイッター、インスタグラム、フェイスブック、それから。 もうその発信をし続けてこられてますけれどもどんな思いでまあすごい抽象的な質問になっちゃうんですがいつも発信を心けておられるのかそうですねまただ昨今結構インスタグラムとかやる人すごく増えてお寺も増えたんですよねだからもう最近私の役目終わったのかなとかちょっと思いつつもただ当初はねやっぱりその。 高野山のやっぱりその情報を皆さん知りたいと、いうところで、うん、いわゆるこのいわゆる公式っていうのがあんまりなかったんですよね。なるほど、本山。が出すという,、ねうね、本山であるとか、えー、高野町とかね、えー、オフィシャルの発信がなかったんで、すごく、えー、まあ自分の中でも。もやもやしてまして、えー、だったら、私がまあ、変わりじゃないけれども。えー、どんどん発信しようじゃないかという、ところからやっぱり。やってみると、えーうん、やっぱり皆さん、皆さん、やっぱり。 求めてるところがあったわけなんですねなるほどだからやっぱりこの発信されててう、うん、嬉しい瞬間っていうのはどんな時ですかうそうですね嬉しい時、えーまあ、あともう一つその<っ>あくまでも情報発信というだけじゃなくて、うん、それはもう小池さんもそうだと思うんですけども、うん、狂気伝道なんですよね。 あのお題様の教えをいわまるただ単にいわゆる情報のインフォメーションではないんですよそれあくまでも。はい、だからあのさっき文書のことも言われましたけどもただ単に写真だけじゃなくてその写真の中に仏法の何かそういった真理というかそういうものが感じられるようにするような工夫。なるほど でもななかなかそれそれもねほぼ毎日されてるので毎日じゃないですようんだからそういうやっぱり坊さんなんだから、えー、ただのインスタグラマーじゃないわけなんですよそれなるほどで別にそれでねなんか別に利益求めるわけじゃないんで、はいはい、それはやっぱりお台様の教え仏様の教えをちょっとでも皆さんにんあの知り得ていただきたいということで、まあ、そういうやっぱり反応を皆さんいただくわけじゃないですかそれはやっぱり嬉しいですよね、うんうん、それで実際に 写真見た人、ラジオを聞いてくださった方が実際に小屋さんに来られたとか、長石、うん、道の話をして実際に長石道歩きましたよとか、えー、そういうことあるんですよね。なるほど。スマデラのおじさんとインタビューしてスマデラ似てきましたよとか <laughs> そういうことあるんですよ。<laughs> はい。そうか。はい、いや、そうですね。やっぱりそういう出会いが私もこの YouTube をやっていて一番の喜びってやっぱりその教えが伝わった。 い先ほどもおっしゃっていただいたように、はい、絶対これ発信してなかったらつながらなかったような方とつな、うん、がり、うん、そしてご縁をいただけるというのは本当にやっぱりそういうラジオとかで発信続けていく中で絶対に、はい、あの企画がね本当に「ういうの輪」でしたっけ「そそうですねその呪術つなぎ」的にあの笑ってみいいと思うみたいに紹、ね、介紹介で。 さんから誰に行きますっけ、はい、私はあのお室派の加賀さんにお室派の福井さんから来てそうです,そうです。で室派の加賀さんにおつなぎしたんですけどなんかああいうこういう,あこういうふうにつながってもう永遠と続けられるような感じですね, <laughs> あ,ねあのさん。はいはい あの今も続いてますよね当然そうですねああいうのは今ちょっと今ストップしてますけども、えー、今後三万円さんのインタビューは来ない,い今後三万円さんは「放の場」じゃない今ちょうど「鎌倉殿」っていうことなんで、えー、ちょっとインタビューしたんですけどもそうですねねえ、はい、また素敵な方がいらっしゃればご紹介を是非していたきただな、えーはい、ぜひ是非ね,、はい、ね何よりもそのラジオではあの オンラインだったので向井さんもぜひこう対面でそうなんですよ、えー、ラジオしたいって言われてましたのでぜひ読んでくださいもうあの長谷さんしますのでマデラまで行きますよ<あ> <laughs> それもいいですねぜひ来ていただいてはい <laughs>、はい、お願いいたしたいと思いますいや本当にあの貴重なお話録話にわたってあのたくさん聞かせていただきましたありがとうございました、えー、本当にねこのあの高屋さんの、えー、素晴らしさというのはなかなか まあ私なんかではお伝えしきることはできないんですけれどもただ少しでもねこのお大師様がおられる高野山、えー、そういったものを感じていただけたらと思って初めて須磨寺の外を出て、えー、こういった企画をしてみました。 でも本当にこの道中にお世話になった方々そして、えー、このようにね昨日の壇上柄もそうですがこうやって対談も出ていただいた高井さんに本当に深く深く感謝しております本当にありがとうございますとんでもないですこちらこそ本当にあのー、小池容認の随所録に出演することできてあっていそう言っていただけると本当にありがたいことですはい <laughs>、はい、ですので皆さん本当にあのー ご視聴いただきましてありがとうございましたまたね荒野山へお参り行っていただきますことよろしくお願いしたいと思います、えー、どうもありがとうございましたどうもありがとうございました